今日ちゃって。今のはね、びっくりした。俺もびっくりした。タレント豊川くんでございます。クマが一番最初に見つけて、鼻をかんで、なんで鼻かんで、その鼻かんだやつを見るのっていう、頭おかしいんじゃねえのかっていう動画をすげえ気に入ってて。確かにあれ、鼻かんで見るの意味わかんねえな。まあ、見る見るわ。見るかい。いや、でも、あれ、あの、これ、何の話だ何の動画の話だこれは。今日はですね、はい、豊川くんと面白いゲームをやります。よいしょ。てて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 てはい。ケツミントン。はい。罰ゲーム決めよう。あの、あとラーメン行くじゃん。そう、おごり。お前さ、いくつだっけ今。今、16っす。でしょ?16?豊川くんにおごらせず見せる気みんなに。そうしよう。そういう奴らだと思われよ。やだよ、お前だけ思われよ。罰ゲームは、生き埋めにされる。そんな命かけてやるもんじゃない。そうだね。意気込みな。意気込み。勝ちます。緊張してるでしょ。まずじゃあコートを作っていきましょう。玉がこんな感じ。はいはいはい。しんちゃん、見て。そう、しんちゃんは、おならで戦うんだよね。おならで戦うの？そう、おならで戦う。ほんとだ、お尻から出てる。ケツミントンですから。クレヨンしんちゃんじゃなきゃ許されないよ。ほんとだよね。お尻から空気。ほんと。という感じで、ガチバトルでございます。うわぁ。で、ゆたかくんに審判をしていただきます。で、1個でいこう。掛け声、何でしょうか？え、何でもいいよ。もう、ゆたかくんのパフォーマンスで。レッツ、ブリブリ。入りにくい。おい、まだまだ、お前、ずるいぞ、お前。レッツ、ブリブリ。お前、2回打つな。お前、ちょっと、イェーイ。レッツ、ブリブリ。これだろ。いいよ、じゃあ来い。お前からだよ。あ、そっか。いくよ。そういうの本当に。いい？両者見合い。はい。レッツブリブリ。よし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 。レッツブリブリ。負けんな負けんな。よし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 。お前、16歳だよ。16歳なんて一番強い時期だから。なんならこっちが不利だから。17でした。何それ。緊張して間違え、年間違え。緊張して年って間違え。行こう。レッツブリブリ。レディーゴー。やばい。よし。いやうわぁ、マジか。あよっしゃ。4-3だ。よし、勝てる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 。リッゴー。うわうわぁ。つえ。いいのかお前からで。ルールはルールですから。お前ね、ほんと。こういう人チームで嫌だな。リッゴー。いやぁ。じゃあ、グマの勝利で。負けないよ。いやっす。はい、レッツ。ブリブリ。レッツブリブリ。やばい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 。レッツブリブリ。やったか。お前最後のやつ。お前よくそれで俺のことを散々大人げないって言えたわ。じゃあお前ら2人でかかってこい。まあそうだね。そうだよ。リベンジしよう。それで俺が負けたら何でもしてやるよ。で俺が勝ったらいくらくれんの。だからなんで金なんだよ。それじゃあいきます。よっしゃ、どうぞ。かまそう。ちょっと待って。スタートいく。うわぁ。よっしゃー、3人。こいつ、顔が悪すぎて怖いバカ。お前マジで勝つのに決まってんだろ。
ごめん優勝。じゃあ次のマッチで決めよう。一回だけ。じゃあ一点だけ勝負ね。一点だけ勝負。よし。ナイス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 。おお、嘘、すげえなお前。ああ。ナイスナイス。負けた。はい、もう勝ち。はい勝ち。ああ。もう勝ったから勝ちですよ。俺も嬉しいよ。っていう感じで皆さん、はい、遠藤豊くんのチャンネル概要欄に URL 貼っておきます、うん、ぜひ見に行ってください。お願いします。面白いです。普通に面白いです。これから伸びていくと思います。豊くんさらに頑張りましょう。お互い頑張ります。豊くんを皆さん応援してください。出す。ぜひ行ってチャンネル登録してあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもー、あ、ご視聴ありがとうございます。見たい人みんなが全力で楽しめるかい。おい。